はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。このチャンネルでは、アスタータタリクス、呪術廻戦、ファントムパレードなどのアプリゲームの攻略実況生配信をお送りしております。また、土日の日中に、ペルソナ3ポータブルリマスターの縛りプレイを行っておりますので、そちらもぜひね、見に来てください。そして、チャンネル登録とね、通知登録、していただけたら、非常に嬉しいです。はい、アスタタ見ていきましょう。ということで、コロシアム始まって、まあ、数日経ちましたが、皆さんどうでしょうか？はい。まあ、今、4日目ぐらい？忘れたけど。経って、現在、僕はマックスで42位まで行って、現在85位です、というところです。で、まあ今のところ、まあやってみて、まあここら辺まで来て、やっとって言ったら変な言い方だけど、負け始めてきたっていうとこですかね。で、まあ純粋にね、戦闘力だけの、まあ勝負じゃないじゃあ勝負じゃないんですけど、まあちょっと他の方のやつはちょっとパーティーを見せてしまうと、良くないのでやりませんが、まあね、まあ僕のパーティーはまあ見せてもいいかな。うん。まあ、僕のパーティーはまあこんな感じ。まあ基本光で、パワーボーを回避で入れて、で、魔法アタッカーでエレインを入れてるというところですね。まあ総合戦闘力6042というところで、まあ、両方とも一緒です。で、まあね、見てると、戦闘見てると、やっぱね、ワンパンできるやつ狙っていくシステムなんで、結構ね、2、3人に倒れてくると、パワーボーがずっと狙われるような感じになってって、だパワーボーが回避し続けられる間は、まあ他のやつが、敵をね、一方的に攻撃できるんだけど、パワーボーがパワーボー同士、お互い、命中率0%とか言って、攻撃し合ったりするのがすげえ滑稽で、まあこれ何なんだろうなって、何を見せられてんだろうなっていうところはあるんですけど、まあそれはしょうがないのかなって思ったんですが、なんかね、わかんないんだけど、ちょっとこれがね、わかんないんだけど、こっちが、ゲシュタルトバースト使うやつがいない、使わないのに、相手がね、ゲシュタルトバーストめっちゃ使ってくるとかあるんですよ。うん。なんかね、イゾルデにゲシュタルトバースト使われた時はね、発狂しましたね。うん。いやいやいや、ずるいだろう、みたいな。いや、あれは結構しんどかったですね。うん。まあ僕はちょっと自分で、戦闘申し込んで、初めて負けたのがその人だったんですけど、まあ、パーティー的にやっぱ一番強いなっていうふうに思うのは、これ他の人とも話したんですけど、風の回避パですね。うん。これが、バチクソ強い。ディナタンの霊装を装備させて、で、ディナタン、アロンダイト・ディナタンと、リリアーナ、あとはクラリス、魔法のクラリスですね。この3体で、攻撃してくるっていう、まあ。魔法を入れる必要があるのは、やっぱ相手にノワールがいることが多いので、まあ、ノワールをね、打倒するっていうことだったりとか、あとはまあ他の通常の攻撃キャラですね。うん。まあ例えば、うん、まあリリアーナだったらまああんま当たんないですけど、まあ僕みたいに、ギネマウア入れたりとか、あとはまあギネビアとか、まあさっき言った、アロンダイト・ディナタンとか、まあそこら辺のやつが、まあ魔法の方が当たるのでダメージが。うん。っていうところで、まあ、クラリスとかがね、うまく機能してるっていうことですね。まあ、僕の場合は、エレインで、まあ、そこら辺はいけるんですよ。エレインは、まあ、正直、賢者、まあ、魔導士の一個上のクラスの賢者なんですけど、まあ、単体火力で言えば、まあ、魔法キャラの、モルクみたいな立ち位置にはなってるんで、まあ、しっかり、カスタムスキルだったり、粘装だったり、スタマスだったり、まあ、装備させてあげれば、ものすごい火力出せますね。うん。
ただ命中は、命中は盛らないといけないんで、それも込み込みの連装を装備させたりとか、まあ、工夫はしないといけないですけどね。まあでもね、まあ、パワーボーに攻撃当てるのは難しいし、リリアーナ、風回避パのリリアーナに当てるのもすごい難しいし、まあ、マジで地獄ですね。で、僕が負けた方、パーティーはちょっとあれですけど、この方はね、トツがね、多分すごい行ってますね。うん、めちゃめちゃ強かった。とにかく。なんかもうわけわかんなかったですね。うん。3対3になったところで、まあ、そっからはもう一方的にやられましたね。あ、3対3じゃないや。ずっと、5対0か。で負けたのか。だから一方的でしたね。うん。まず、イゾルデが、あ、まあ、言っちゃってんな。イゾルデが、ゲシュタートバースト打ってきて、で、ヒット数全部クリティカルとかね。うん。おいおいおいっていう、まあそういう感じでしたね。その後、リリアーナにも打たれて、もう意味がわかんなかったですね。リリアーナにも打たれて、俺のエレインが撃沈して、みたいな。なかなか、ちょっとどうして。上位になると、そういう激しい攻撃をしてくるやつがいますね。だから、戦闘力がこうやってあっても、パーティー見ると、このパーティーだと、多分だけど僕のパーティーで勝てるんじゃないかな。うん、この2体は、エレインで潰せるし、ここら辺はパワーボーで潰せるんじゃないかな。まあ、シンプルに戦闘力高いから、イゾルデの攻撃力が高いっていうのはまあ予想されるんですけど、それでもパワーボーが攻撃受けなければ大丈夫っていうのと、あとは僕のっていうか、ギネマウアで耐えられれば、まあいけるかなっていう。向こうパワーボーいないってことは、回避積んでない可能性があるんでね。やっぱね、そういうのを想像しながら、まあやっていくっていう。あとはまあ皆さんご存知の通り、一番上のを倒す方が順位が上がるっていうね、形になってるんで。なかなかね、まあ面白いですけどね、シミュレーターみたいなもんなんでね。ただ、ゲシュタルトバーストをぶち込まれて、やられると、なんかイライラしますけどね。あとはまあ、ツイッターとか、まあそこら辺で、まあ話が上がってるのは、なんか NPC 多くねみたいな話なんですけど、まあ、ぶっちゃけ最初なんで、まあ NPC 多いことはあるんじゃないかなって気はしてるんですけどね。で、一応5000以内だから、まあ、どのぐらいの人がやってんのかやってないのかわかんないけど、タガタメとかでも、まあ大体こんぐらいなんでね。で、このゲーム、順位が、こう、入れ替わりなんで、60位の人に勝ったら64位になるみたいな。そういう入れ替わり制なんで、なので、まあ、最悪ね、負けなければ順位は下がらないっていう感じなんでね。徐々に上げてって。うん。あとね、これ、1日1回もやらないで報酬どうなるかって試したんですけど、1日1回も戦わないでも、その順位報酬もらえましたね。これはちょっともしかしたらやめた方がいいかもしれないですね。うん。1試合でもやんないともらえないみたいなシステムにした方が、まあ、みんながやる動機づけにはなるのかなっていう。毎回1回はやるっていう。で、そういう状況じゃないと、なんだろう。こう、ランキングの動きがちょっとしょぼくなるっていうか、まあ強い人いるじゃないですか。防衛できちゃう人っているじゃないですか。その人が攻めないってことは、その人順位ずっと同じところにいるわけですよ。そうすると、自分に近いところのランキングの人に当たるから、自分の順位が大きく上がんない限りは、その人と当たっちゃうんですよ。さっき僕が負けた、こう攻めて負けたこのストルフさんっていう方は、
僕これ3日連続ぐらいで負けてますこの人に挑むしかないみたいな状態だったんで、うん、なのでまあ基本的にね、まだ始まったばっかりだから一番上の方としか対戦しないっていう風に決めてやってるんで、なんかまあ今のところそういう感じですかね。なんか5ターンとか行ってしまう理由が結局攻撃が当たらないからとか倒しきれないからっていうだけの理由だったりするんで、ちょっとなーっていうところと、あとはゲシュタルトバーストは使えないようにしてほしいっすね。うん、ゲシュタルトバーストはちょっとずるいね。あれはない方がいいね。範囲攻撃は禁止にした方がいい気がしますね。あとなんだろうな、あとはまあパーティーをね、1週間ごとにしっかりパーティー変わるように、バフが入るキャラとか属性とかロール職種とかあった方が面白いかもしれないですね。多分今のままだとさっき言った超風回避パがずーっと無双しちゃうんで、そのパーティー作れたらゲームクリアみたいになっちゃうから、なんかそういうバフキャラがないとダメかなっていう。うん、例えば光属性でさらにエクセリアにバフがかかる。でそれが全パラメータ 1.1 倍になるとか、まあそういう感じでやっていけば、まあ光かつエクセリアだったら1.2 倍とか、まあそういう感じで、加算方式で、やってくれたら、まあいろんなキャラ使うよねっていうところですね。だからまあ1キャラにするとちょっとキャラの数多いから 2,3 キャラぐらいバフかけてもらってやるといいんじゃないかなっていう気はしますね。なんかそういうのないと本当盛り上がらないと思う、これ。あとはね、地形効果とかが欲しいかもしれないですね。ちょっとね、多分これベータ版だからこういう感じにしてると思うんですけど、ちょっとマップ効果っていうのもある程度ないとちょっと面白くないんじゃないかなっていう気はしますね。うん。ここに立つと、回避が下がるとかね、例えばね。で、オートだから、例えばまあ、誘導されることもあるじゃないですか。だからそういうなんか戦略も、見えない戦略っていうのも、まああった方が面白いのかなっていう。まあある程度、運の要素も出てきちゃうかもしれないですけどね。なんかそんな気がしますね。うん。この配置を決められる、自由に選択できるっていうのは、すごくいいなって、思いますね。これは。うん。相手がどういう配置してくるかわかんないから、まあこういう形で受けができるっていうのもいいかなと。まあちょっとこれ手の内さらしてる感じにはなりますが、うん、まあいいですよ。うん、攻めてきてもらって、うん、まあ変わってるかもしれないんでね。っていう感じですね。まあ皆さんもね、何か気になることとかあったらね、ぜひコメントで教えてください。で、コロシアムの、アンケートか。が、12月7日までなんでね、まあ、これを、しっかり届けて、まあ、より良いものにしたいなと思いますので、うん。まあ実際アスタタ今プレイしてる人の中でコロシアムに期待してる人がどれだけいるかはわかりませんが、うん、まあうん、まあそうね、まあそうね、まあイベントの一つとしてね、まあ考えてやっていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。
まあこれからね、高難易度のダンジョンだったりとか、タワー式のダンジョンとか、DVE とか、まあそういうのが出てきて、まあ協力系の、プレイとかがね、増えてくると思いますんで、まあそちらをね、楽しみに待っていきたいと思います。で、あとね、AP、ゼロキャンペーンとかがあと2日で終わっちゃうっていうのとか、スイちゃんのイベントがあと2日で終わっちゃうとかありますんで、スイちゃんのイベントのね、まだ週間パス160円で売ってるやつあるんで、それとかね、めっちゃお得なんで、まあね、ぜひ、まだ買ってない人は、買ってもいいんじゃないでしょうか。ガチャチケが12枚かな。12枚。21枚か。21枚もらえるので、まあ、かなり美味しいですね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてファンパレの動画もね、ぜひご覧ください。お疲れ様でした。